このミキサーが、いただいちゃってからですね、もう3日ほど経ちました。いろいろ試したりしています。まずは生配信の時ですね。生配信の時はこの古くから使っているミキサー、この、4チャンネルのやつですね。これに、マイクを2本つないで、ここから今度はアウトプットになりますが、こちらのマイクに接続しています。ここに、もう1本、シールドがあると、この2番にですね、ギターがつなげるんですが、今のところ確かどっかにあったはずだけどないということなので、今日、買いに行きます。まあ、1メーターぐらいのこの距離ですからね、安いやつを買ってきてつないじゃおうということですね。そうか、これをこれをギター用に使う、まあいいか、その説明はいいですね。そして、生配信じゃない時にはですね、直接マイクを1本つないでギターをつなぐという形で、いろいろ音の調整ですねを、しました。ピント合わないかな、合いました。この、バランス、これ分かりますかね。分かる人には分かるということで、いわゆる音のトーンですね、ベース、トレブル、ミディアムのバランスと、あとはこのマイク、下の段はマイクの、2種類のマイクが使われていて、そのバランスですね、これを、こんな感じがいいかなというふうにセッティングしました。今日そのセッティングのまま、ライブハウスでですね、オープンマイクありますのでちょっとやってみようと思います。これで、いい感じだったらですね、この機械を導入した、甲斐があったぞということですね。それを、今ヘッドホンで、チェックしています。さあ今日これからまた、生配信ありますので頑張っていきましょう。夏の曲とか、終戦記念日とかいろいろありますが、普通の曲からいきます。普通っていうか、大滝詠一さんという人が、大好きなんですが、夏の曲多いですね。同じ大滝さんの曲で、恋する彼という曲を書いてます。おっと、ちょっと失礼。はい、すみません。
ありがとうございます。クロケンです。よろしくお願いします。こういう日なのでゼロ戦にちなんだ曲を歌います。ゼロ戦にちなんでっていうので、荒井由実さんの飛行機の はい、ありがとうございます。